はい、それではですね、今度はこのスポンジのお水のつけ方の方をご説明していこうと思います。このスポンジは一度水を吸いますと、一旦乾かしてしまうともう一度お水が吸いにくくできていますので、使いたい分だけを、カットして水につけていただきます。で、スポンジにもいろんな種類がありまして、安いのもあったりするのですが、何が違うかと言いますと、この中の、素材と、あと、こちらは、私たちアクア社のものを使っているんですが、中のpHが3とか少し酸性寄りに、作られていますので、こういった湿気のある時期には、カビが生えにくいということになっています。中国製の安いのとかもありますが、入ったものは中が中性ぐらいになってたりしますので、ちょっとお花にはあまり良くなかったりします。ちょっと使う分だけ6分の1をカットいたしました。こちらをこのお水の中にですね、そっとこうつけといていただきますと、自然に吸って落ちていきますので、ここで急いでしまって周りに水をかけてしまったり、しますと、この中の空気が抜けないまま、周りだけが水を吸ってしまいますので、そうしますと中に空気の玉が塊ができてしまうということで、このようにあっという間に水吸いますので、周りからかけたりしないように、ゆっくりと、1、2、3、4、5、6秒ぐらいで、こうして下の方に沈みましたらば、吸ったということになりますので、これで使えるということですね。では基礎編の2番目を終わります。